広島までやってきております。ちょっとやめてください。しっかり戻ったんで多分今日安定してると思う。最後のが一番大事だね。ちょっと久しぶりすぎて忘れてた。スズランゴルフチャンネル、おはようございます。今日はダブルスの試合のグリッチカップという大会に来ていて、アンバサダーをしているので何年でも決勝に残らなきゃいけないということで広島までやってきております。前回地区決勝で押し込む、はい、千葉県の鶴舞カントリークラブってもう本当にプロもあそこは難しいよっていうくらい戦略性に特化したコースだったんですけど、本当にやられましたね。とにかくグリーン周りもなんかこう受けててランも出なくてすごい悩まされたので、今日はちょっとアプローチをメインに練習したいなと思うんですけど、現在7時半ぐらいかな。7時半。朝早かった今日で、なんかよくコメントにスズランちゃんってどんな練習してるのとかよくコメントでいただくので、今日は朝の練習、可愛いって聞こえたけど私のことか、違うっぽい。だから前回のラウンドがめちゃくちゃスコア悪かったじゃないですか。調子悪いねみたいな。まあでも80代でもあったんだ。まあでもほら卒業について語らせてもらったんでね、まあ72っていう目標ができちゃいましたから。目標もあるし、まあ、来年ティーチングプロの資格をね目指すために今もちょっと逆算してスケジューリングを組んでるわけですよ。間に合わないって思ってもうちょっと今停滞気味ですよね。停滞気味です。1週間ぶりのゴルフとかなんかそういう感じ。まあでもあの前回は5キロ痩せて飛ばなかったじゃないですか。しっかり戻ったんで、ちょっとやめてください。しっかり戻ったんで多分、ね、今日安定してると思う。戻っちゃったんですよ。戻ってこう打つまでにちゃんと体温めるんですね。そうなんですよ。なんかいきなり打ってもなんかいいショット出たら出ただけど、ちゃんと考えてやらないと意味ないなみたいな。練習は毎回素振りしてから打つから、そう連続して打つことがあんまないんで、である程度体慣らしたらアプローチから打っていきます。そうなんですよ。いきなりフルスイングはね体痛めるから。気持ちいい、見てやっちとかすごい遠くの方までだって見えますよ。おはようって言いたくなるね。確かに。おはようって言いたくなる。わかる、分かってくれた。わかります、はい、やっと意思疎通できたね。大丈夫です、はい、今日は徐々にスイング大きくしていきます。あれなんかグリップ変えました。あ、気づいてくれました。グリップ変えたんですよ、全部ゴルランブルー的な。そう、ちょっとゴルランの色に合わせて。いや、このグリップ価格的にもお手頃で、なのにこう吸い付きいいんですよね。それいいですよね。うん、2000円しないんじゃないか、1700円ぐらい。へー、そう、全特価しました。次はそれ何番で。あ、9番です。9番。あんまり長いクラブ持たないかも。朝は本当に7割8割とにかく体をこう慣らしていく作業で、今日はどういうミスが出やすいかなっていうのを再確認するっていう、ただそれだけ。よいしょ。そう、ちょっと最近アイアンキレキレなんですよ。いいですね。スイングをね若干自分流ですけどちょっと変えたんですよ。どう変えたんですか。手からじゃなくて体幹から振る。最初が手からじゃなくて体幹を先に動かしてから腕を動かして、でなんかここがスウェーするとすぐオーバースイングだから、左足に乗って右足に乗るっていう癖が出ちゃうから、縦に回る。だからちょっとインに引き気味になっちゃうかもしれないんだけど、縦に回ることですごいトップの位置も抑えられてる気がするんだよ、ね、自分的には。で次ユーティリティ。よいしょ。良いです。いいよね。いや、いいっす。
今日期待できそうですね。やっぱり食べた方がいいんだよ食べた方がいい。昨日だって広島お好み焼きすごいいっぱい食べたっていうの聞きました。やめてください言わないでくださいそれしっかり楽しんでるってバレるじゃないですか。よいしょ。ちょっと今のは噛んだけど、ちょっとね、飛ばそうとしない、一定のリズムで飛ばそうとしない。で最後ドライバーって感じですか。そうですね、うん、いっちゃん最後がドライバーで、最後数球残ったらアプローチ。どこ行った。ちょっと天ぷらでした。本当だね、ちょっとティーの高さが、ちょっと練習やめとこう。ドライバーはそういうなんかちょっとイメージがあんま良くないとすぐやめる。やっぱドライバーって目標を作ってあの振るクラブじゃないですか、うん、ちょっとなんかイメージわかんないからやめます。なんか悪い時ってどんどん打ち込んじゃうじゃないですか、はいはい、よりドツボにはまっていくから、うん、悪いイメージはすぐ消すと。消す、やらない、大丈夫大丈夫。ポイントです。コース行ったら大丈夫。すごい真ん中ばっか当たってますね。ね、めっちゃ綺麗なとこ当たってるよ、ね、朝の練習気になってたのかな、みんな。いや、結構気になる人多いと思いますよ。でも嬉しい。今日もさ、おはようございますって言ったら、いつも YouTube 見てますって言ってくれて、15万円のパター買ったんですかって言われた。めっちゃ言われるんだけど。いやだって、あのパターすごいいいパターすもん。めっちゃいいパターだったね。早く使いたい。本当に。さあ今日はまだ届いてないから。来週ぐらいですかね。そうだね、来週だね。ちょっと今パターが不調だからね、パタ練もしたいんだよね。ああ最後いい、うわいいとこ当たってるよ、見て。すごい、いかにミート率を上げるかですね。よし、また朝の練習でパターの練習して、ちょっとお茶飲んでフーしてからコースに出ます。なるほど、最後のフーが一番大事だから、一息。それポイント、ポイント。じゃあ頑張っていきましょう。はい、行きます。はい、久しぶり。元気だった。元気でした。えいえい。